銀兵衛。浮世の出来事など空ゆく雲にはどこ吹く風、季節が巡れば花は開くし鳥はさえずる。いました、一番右の枝のところです。春梅、あのヒバリ捕まえて。そんな、さすがに無理です、金蓮奥様。あ、行ってしまったわ。捕まえれば毎日綺麗な声が聞けると思ったのに。お願いします、どうか旦那様にお取り次ぎを。旦那様がお留守でしたら何卒大奥様にお取り次ぎを。御用が終わりでしたらいつまでもお待ちしますから。何度も申し上げましたように、本日はご予定がいっぱいです。どうぞまたのお越しを。課題級だわ、また来てる。この間遠家との仲裁をしようとして失敗して気まずい思いをしたはずなのに、高顔な男ね。さすが平次さんの元義兄ね。それにしても残念だったわ、あのヒバリ。網を戻してきて。はい、ではお先に。あら金蓮、ヒバリがどうしたって。教授姉さん、ご機嫌ですこと。あら、わかる？天狗会というヒバリの鳴き比べで、今度も私の応援していた乙葉が優勝したのよ。誰も文句が出ないほどダントツにいい声で。それはそれは。で、どれぐらい儲かりましたの？15両よ。違うわよ、私は。いつぞやホトトギスでかけていらしたじゃありませんか。バレてますわよ。言っときますけど、私が投資しているのは資材ですから、うちのお金には一切手をつけてませんから。とか言って細かくくすねて溜め込んでるくせに、先日折半した酒代いただいてませんわ。あら、そんなことあったかしら、記憶がないわ。やっぱり。で、乙葉はそんなにいい声ですの？そりゃあもう、まさに天人が鳴らす楽器のようよ。笛と太鼓で天井へと登っていくの。天人が笛と太鼓を？聞きたい。今度の天狗会、ぜひ連れてってくださいませね。え？賭け事のお邪魔はしませんし、酒代もなしにしますわ。あの経過酒、ちなみにお値段は？わかったわ。一度きりですからね。それと、このことはみんなには秘密よ。もちろんですわ。楽しみ。それと、一つだけ守ってほしいことがあるの。服装は思い切り地味にして。天狗会の常連は裕福な老人ばかりなの。女人も少しはいるけど、正門家のものだって隠してるし、バレるのは絶対にダメだから。つまない。ダメよ、これだけは守ってもらいます。こうして金蓮は天狗会に行くことになったのですが。お待たせ。金蓮。何よその格好は。だっておめかししたらダメなんでしょ。だったらこれぐらいやらないとつまらないわ。もう。
たわ。ここで天狗会が開かれるの。いらっしゃいませ。お連れの方は？これは私の祖上人です。そうですか、どうぞ。私を老人趣味にする気？別にいいでしょ。見たところ、教授姉さん以外みんなご隠居みたい。まあそうだけど。このヒバリたちが鳴き比べをするのね。どれもいい声だわ。やはり今回も音羽ですかな。しかし前回は風鈴も良かったですぞ。それなら春明も負けてませんぞ。今回も楽しみですな。ほら音羽よ、赤い札が入ってるわ。この2枚に掛け金を書いて1枚入れるの。もう片方は自分で持つのよ。いくらかけるの？秘密。音羽は特別よ。一度聞いたら他の鳥なんか足元にも及ばないってわかるわ。一押しね。当たり前よ。どう？金蓮もかけてみない？え？うちの人もかけてもいいかしら？もちろんでございます。どうせ掛け事なんだから気に入った名前のにしよう。ソウン。旦那様、初めてでございましたら小姉の見本をお聞かせすることもできますが。いらない、勘で決める。さようでございますか。小姉の見本？そんなの聞かれたことなかったのに。ふーん。それではこれより鳴き比べを始めます。判定人はいつものメンツにございます。かけるのは老人ばかりなのに判定人は若者ばかりなのね。あら、そういえばそうね。どうぞ外に。さてひばりは、カゴから出して空に羽ばたく際に出す声色の良さで競います。そんなことして戻ってくるの？もちろん、鳴らしてあるから。ではまず天輪から。いい声。風銀。陽心。春明。いい声だけど、もう区別がつかないかも。大丈夫。音羽。すごい、すごいわ。まさに天人が鳴らす楽器だわ。でしょ。芸技として聞いてきた中で一番綺麗な楽器よ。確かにそうだわ。他のヒバリと全然違う。の割には札は結構ばらついているのね。ということは、
みんな聞く耳がないのね。だから教授姉さんが丸儲け。そういうこと。最後のヒバリが戻ってきましたので、これより判定に入ります。さて帰るわよ。判定を聞かないの？だって時間がかかるんですもの。夕方また来ればいいの。ここにいてご老人の話し相手なんてまっぴら。確かに。あの、判定に入りますのでどうぞ。え？大丈夫ですよ。お連れの方には内緒にしておきますから。どうしたの？え？先に行っててくれ。後で落ち合おう。そう。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様どうぞよろしくお願いします。